言うたら流木、ゴミステーションに出すよりここでして塩を取った方がいいっていう考えで取り組んでおります。化学肥料は一切なくて、コウノトリのおかげだと思いますね。私もそれにやっと気づきました。牧場から直接仕入れています。なのでこの牛を育てている生産者の方もとてもよく知ってますし、その後に牛をこのお肉にカットする人たちもとてもよく知ってる人ですし、発酵が続いていて味が変化していくんです。生きた状態ですよね。これを搾りたてのお醤油としてお造りを召し上がって、You know, when you see so many vegetables, you feel like I can be a vegetarian. Yeah. You know? Yeah, me too. I like vegetables. Yeah, so next is that one is habanero. Ah, habanero. It's super spicy.